すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ですね、なぜこんなフォーマルな格好をしてるかと言いますと、今年も大変お世話になりました冷凍ラーメンの通信販売サイト、業界でも最大手と言ってもいいでしょう、たくめん .com さんのお取り寄せラーメンオブザイヤーとジャパンベストラーメンアワーズの受賞式が開催されるということで、本日はね、朝からとある会場に来ております。この受賞式にね、今回すするもプレゼンターとして参加させていただけることになりましたということで、受賞式の模様なんかもちょっとお伝えしていきたいなと思ってるんですけど、サブチャンネルの方で受賞式の模様はね、先に公開してるんで、ぜひぜひ概要欄からご覧いただけると幸いです。たくめん .com さんがお取り寄せラーメンオブザイヤーというね、それの授賞式、本日来ております。すするさんも清掃で、はい、やらせていただきます。これがすするの清掃だからね。僕のフォーマルはこれです。すするさんです、どうぞお越しください。改めまして、百も店主の稲浦寛治さん、おめでとうございます。ジャパンベストラーメンアワード第2週末の、改めまして、最初に、ご挨拶させていただきます。ずるずる、どうも、すするです、YouTube で毎日、ラーメンの動画を作ってます。ずるき有名ラーメン店主さんがね、結構勢揃いするラーメンファンからするとね、垂涎者な会場となっておりますんで、僕もこれからどんな受賞式になるのか非常に楽しみなところなんですけど、せっかくなのでね、ちょっとたくめん .com さんに受賞式の前にラーメンすすらせてくれませんかと言ったら、心よく OK をいただいたということで、本日今からすするラーメンはこちらです。ドン、たくめん .com さんでお買い上げいただきます。雷北松戸本店さんの雷そばをすすっていきたいと思います。この雷北松戸本店さんは日本を代表するつけ麺の超名店、中華そば富田さんが手掛ける二郎系ラーメンのお店で、私すするも宅麺でももちろん取り寄せてすすったこともありますし、お店でもすすったことがあります。もちろんこの雷さんの雷そばもね、今回受賞しているということで、今回のこの雷北松戸本店さんのラーメンはなんとお取り寄せラーメンオブザイヤーにてね、殿堂入りを果たしたということで、それだけね、多くの方に家でもすすられたことがあるお取り寄せ界でも屈指の二郎系ラーメンとなっておりますということで、多分ね、そろそろ準備ができた感じだと思うんで、早速すすっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで来ました、こちらがね、雷北松戸本店さんの雷そばフルトッピングバージョンですね。この一番上の油からね、しっかり刻みニンニクも乗っていて、でかい豚が鎮座していて、さらにこのスープ、この乳化してそうなね、濃厚なスープとなっております。早速いただきましょう。それでは早速いただきます。せっかくならスープいきたいなっていうところで、めちゃくちゃ濃厚そうな乳化スープです。いただきます。あー、来るね、朝からギンギンっすね、これね。うわ、さすがの殿堂入り、そして総合大賞ですね。これはマジで一家に一個ストック欲しいなと思いますね。そしてお次は野菜ですね。油もこれ、ね、しっかり付属してくるんで、やっぱ野菜と絡めていきたいですよね。うん、うん、僕家で作るときはね、結構キャベツを多めにしがちですね。二郎系は特にやっぱキャベツが多いと美味しいんだよな、二郎系。あとくた気味に茹でますね、僕は。そしてお次は大判の豚ですね。これも結構雷名物と言っても過言ではないかなと。僕はやっぱ野菜と豚を一緒に食べるのも好きなんで、うん、味しみバッチリ、油の海苔もめちゃくちゃいいっす。これ噛んだ後に野菜を、うん、さあ野菜をね、ある程度食べたらこんな感じで麺を引っ張り出します。まっすぐはそのいわゆる野菜と麺をこうね、返す天地返ししない派とね、結構ずっと言ってるんですけど、まあまあ食べ方はね、ほんと好みなんで、天地返ししたい方はした方がいいと思いますけど、まあ、なんていうか、天地返しした方が食べやすくはあると思うんですよね、やっぱ。さあ、というわけでね、雷さんのもちもちわしわしの太麺いきましょう。すする、うん、やっぱスープがね、かなりこう濃厚で結構力強い味わいなんですけど、そのスープにも負けないぐらい麺もかなり力強い味わいですね。僕なんでこう野菜から食べるかっていうと、麺にスープの味をこう吸わせたいというか、二郎系の麺ってそんなにこう伸びづらいんですよ、どっちかというと。なのでそんなにこう柔らかくなることもなく、しっかり食感キープしつつ、なんかスープの味をこう麺に染み込ませたいんですけど、今しっかりと麺にスープの味染み込んでます。うまい。
うん、お宝発見しましたね、これ。これが背脂です。うん、背脂を噛んだ状態で、うん、よりね、動物系のコクが増強される感じですね。それではここでね、殿堂入り、さらにね、大賞受賞を果たした富田さんのコメントを聞いてみましょう。レッツゴー。僕がそもそも宅麺さんよりも先にご自宅でラーメンを食べるという経験をしていたのは、僕の師匠の東池袋大正軒の山岸が閉店後にですね、その近所の方がご予約をされて鍋持ってくるんですね。ご自宅の鍋をマスターのところに持って行って、その日の昼間のちょっと残ったスープとかで、その鍋にマスターがそのつけ麺を作って、皆さんご近所の方が持って帰られて、で食べてるっていうのをちょっと見させていただいたり、食べたこともあるんですけれども、今中華そば富田としては16年目を迎えさせていただいて、まあもうその16年前のオープン初日からあのマスターの持ち帰りがすごく僕はいいなと思っておりまして、やっぱご近所の方たちがやっぱり最初はよくわからないんですけれども、まあお持ち帰りやってますというような感じでやってると、やっぱり結構鍋を持ってきてくれて、でそれで僕も生麺を詰めて、でスープをその鍋に入れてあげてですね、で持って帰って食べてもらっててっていうような経験をさせてもらっていて、なので今こうしてまあコロナのこともあってですね、非常にその市場が伸びていると、なんかこういう状況を見て山岸マスターもすごい喜んでるんじゃないかなという思いで、こういった賞をいただいたので、マスターにもぜひご報告したいなと。今日は表彰していただいた全ラーメン店がですね、もっともっとご家庭で大物の味を食べていただけるように精一杯頑張っていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。富田さんのコメントで目いけるな。うん、よりうまくなった気がする。今回ね、受賞したお店の方々、ほんとみんなすごい方たちなんですけど、やっぱりね、富田さんはほんと日本一のつけ麺の名店って言われるぐらい、雷だったとかね、いろんなこう商業施設にもお店入れてたりするんですけど、それでもやっぱり本店にはね、富田さん本人が立ち続けているっていう、やっぱここになんかこう全てが詰まってる感じがしますよね、やっぱり。うん、やっぱりね、私すするもしっかりとこうね、毎日自分が動画に出てね、自分がラーメンを食べてっていう感じでね、やっていきたいですよ、やっぱ。うん、いやー、美味しかったです。ゴーストライト。はい、ごちそうさまでした。というわけでですね、本日は朝から、たくめん .com さんで販売されている、雷、北松戸本店さんの雷そばいただきました。もちろんフルトッピングで。いやー、なんすかね、意外と朝一だったんですけど、さらっといけました。これ結構ね、濃厚な乳化スープなんですけど、濃すぎるっていうことはなくて、すごくバランスの取れた乳化系スープって感じで、わしわしな表面、さらに噛むとね、もちっとした食感の麺、このね、力強い二つが合わさって、しっかりと美味しくいただきました。豚もね、味染みて柔らかくてめっちゃ美味しかったですね、ほんと。うん、というわけで本日はね、これから、授賞式ですね、の方に参加させていただきますんで、サブチャンネルの方にね、一応授賞式の模様上がってますんで、ラーメンファンの方々のほんと垂涎ものの映像になって、ぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。ちなみにですね、この動画を公開してるの結構年末だと思うんですけど、年末もたくめん .com さん営業しておりまして、29日までに注文すれば、即日発送で、年内には、自宅でね、この冷凍ラーメン、すすれるとのことなので、このね、雷そば気になったっていう方はもちろんのこと、他にもたくさんの、ね、家ですすれる美味しい冷凍ラーメンありますので、ぜひぜひね、たくめん .com さんチェックしていただいて、年末年始はなかなかラーメン屋さんやってないんですけど、自宅で美味しいラーメンすすっていただければと思います。まあ、たくめん .com さん本当冗談抜きというかお世辞抜きですごくいいサービスだと思うので、ラーメン好きのね、ズルズルズの面々にもね、どんどん活用していただけると嬉しいなと思います。というわけでね、すするはこれから授賞式行ってまいります。授賞式の模様はね、ぜひぜひサブチャンネルをご覧くださいということで、本日もありがとうございました。ゴーストライト。